今回の祖国の偉人たちは、2017年にアジア人として初めて最高峰であるインディ500で優勝し、2020年に2度目を制覇したレーシングドライバーの佐藤拓磨を紹介します。自分の小さい頃からの夢が叶った瞬間でした。これまでもレースで勝ったことはありますが、あれだけ歴史があるレースで勝つことは20年以上夢見てきたので、ずっと続けてきてよかったと心から思いました。間違いなく自分の人生で忘れなられない出来事です。和光学園高等学校卒業後、早稲田大学人間科学部スポーツ科学科研、スポーツ科学部に入学。10歳の時に鈴鹿サーキットで初めて F1 を観戦したことからモータースポーツに対して強い憧れを抱きつつも、19歳までは自転車競技に身を投じていた。部のなかった高校に部を立ち上げ、顧問一人部員一人で競技開始。94年、インターハイ優勝。95年、インターカレッジ、2位。同年の国体、6位。96年、全日本学生選手権優勝などの記録を残している。1996年、ホンダと鈴鹿サーキットがフォーミュラカーを用いたレーシングスクール、鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラ SRSF を設立したことを知ると、モータースポーツの世界に飛び込むことを決心。大学を休学して、まずはカートをはじめ、モータースポーツ歴わずか半年で競争率10倍の難関を突破して SRSF へ入学した。他の上位の受講生たちと同じく時には講師陣を上回る速さを見せた。1997年首席で卒業。前年の SRSF を首席で卒業して獲得したスカラシップにより、1998年は無限×ドームプロジェクトから全日本 F3 選手権へのデビューを果たすが、2000に出走した後、シーズン半ばに渡英する。イギリスでは、F1 関係者も注目するイギリス F3 で失敗すれば二度と取り返すことができないと考え、まずは F3 より格下のジュニアフォーミュラであるフォーミュラボックスホールジュニアにダイヤモンドレーシングより参戦し、その後にミツルを辞してカーリンモータースポーツより2000年と2001年にイギリス F3 選手権にフル参戦。2000年度イギリス F3 においてシリーズ3位でシーズンを終えた。また、イギリスの週刊誌オートスポーツで2000年度最速ドライバーとして評価されるなどして、2001年イギリス F3 チャンピオン最有力候補とされた。2001年には全評判通り日本人初のイギリス F3 チャンピオンを獲得し、国際 F3 レースマールボロマスターズ、マカオ GP も制して F3 ドライバーとして世界の頂点を極めた。またイギリスオートスポーツで F3、2シーズンでイギリス F3 プラス国際 F3 プラススポット参戦フランス F3 の通算19勝を挙げて、F3 史上最も成功したドライバーとして紹介された。2001年10月に、ホンダエンジンを搭載するジョーダンのレギュラードライバーとして2002年シーズンの F1 に参戦することが決定し、史上7人目の日本人フルタイム F1 ドライバーとなった。初めてレーシングカートに乗ってからわずか5年で F1 のシートを獲得するのは奇跡に近い快挙であると言われた。シーズン1年目のポイントは日本グランプリでの決勝5位、2ポイントのみに止まったものの、予選、決勝ともにチームメートのジャンカルロ・フィジケラに引けを取らないパフォーマンスを見せ、翌2003年にはジョーダングランプリで2年目の F1 シーズンを迎える計画だったが、ホンダがエンジン提供先を BAR に絞りジョーダンから引き上げたため、事実上解雇される。2003年シーズンは、翌2004年以降のレギュラードライバー昇格のオプション付きでリザーブ兼テストドライバーとして BAR に移籍。2004年シーズンは BAR のレギュラードライバーに昇格。この年のマシン BAR006 が速さを見せ、各レースで上位争いに加わっていく。このシーズンは、スペイン GP、アメリカ GP、ハンガリー GP において予選3位を記録するなど速さを見せつける。しかし、前半戦においては、マシントラブルなどでリタイアしたレースがいくらかあり、ポイント獲得の機会を失う場合もあった。この悪い流れに反するように、ヨーロッパ GP で日本人初のセッションリーダー予選1回目、フロントロー獲得、ラップリーダーを記録。
さらにアメリカ GP で日本人最高位タイの3位フィニッシュを果たした。2005年は拓磨は元より BAR というチーム全体が混乱したシーズンとも言えたが、サーキット以外の部分でもそれは収まらず、拓磨自身もそれに巻き込まれていった。ウィリアムズに移籍するはずだったバトンが突如残留。もう一つのシートについてもルーベンス・バリチェロのフェラーリからの移籍が決定していたことから、佐藤は2006年シーズンの BAR でのレギュラードライバーの座を失うことになる。BAR を離脱した2006年シーズンは複数チームからのオファーもあったが、元 F1 ドライバーの鈴木アグリがオーナーを務め、ホンダがエンジンを供給する新規参戦チームスーパーアグリ F1 チームから参戦することとなった。2007年シーズンも同チームからファーストドライバーとしてエントリーし、イギリス F3 時代のチームメートであるアンソニー・デビッドソンと共に新型マシンの SA07 をドライブする。新型マシンである SA07 の戦闘力は SA06 とは比較にならないほど高く、オーストラリア GP の予選ではチーム創設後初の Q3 進出を果たし、予選10位を記録したデビッドソンは11位。その後のレースでもワークスホンダと同等以上の成績を収めており、第4戦スペイン GP では終盤に給油システムの不具合で緊急ピットインし、順位を落としたジャンカルロ・フィジケラを振り切り、チーム創設後初のポイント8位1ポイントを獲得した。2008年に入るとスーパーアグリ F1 チームの資金難が深刻化。ホンダが発表した参戦リストにスーパーアグリチームおよび佐藤拓磨の名前がなく、2008年シーズンに参戦できない状況に陥ったが、開幕直前の3月10日に当座の資金のめどをつけて参戦を表明し、スーパーアグリのファーストドライバーとしてエントリーした。しかし資金難によりマシン開発がほとんどできておらず、前年後半のような戦闘力の劣るマシンでのレースを余儀なくされた。開幕戦のオーストラリア GP では予選の Q2 へ進出することもできず、決勝もトラブルでリタイアした。だが、次戦のマレーシア GP からは予選のパフォーマンスは優れないものの、決勝では完走した。5月6日、スーパーアグリ F1 チームが F1 からの撤退を表明したため所属チームを失った。その後、ルマン24時間レースやアームズ、インディーなどからオファーを受けるも全て断り、あくまで F1 レギュラーシートを獲得する方向で交渉を進めていた。当時の拓磨自身も F1 を引退する考えは全くないことを表明していた。6。イギリスの月刊誌 F1 レーシングが言った歴代ドライバー100字では、唯一の日本人ドライバーとして78位と評価された。2010年2月18日、東京でキロボルトレーシングよりインディカーシリーズに参戦することを発表した。また、F1 復帰交渉に関して、ルノー、スクーデリアトロロッソ、ロータス、ステファン GP と交渉を行ったことも明らかにした。シリーズが始まると、9月19日にツインリンクモテギで行われた第16戦インディジャパン300で、オーバルコースにおける自身最高順位である12位で完走した。この年は予選では何度か上位につけたが、全17戦中8戦しか完走できなかったことなどもあり、ランキング21位最高位9位でシーズンを終えた。2011年、2010年と同じく、キロボルトレーシングからインディカーシリーズに参戦することを2月4日に発表した。2012年2月3日、この年よりインディカーシリーズフル参戦を表明するレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング RLR に移籍することが発表された。第4戦ブラジルのサンパウロではエンジントラブルのため前日の予選に出走できず、最後から一つ前の25位からのスタートとなるも、巧みなピット戦略も駆使した驚異的な追い上げで自己最高の3位となり初の表彰台に上がる。2013年1月10日、AJ フォイトエンタープライズとの契約が発表される。第3戦ロングビーチでは4番手グリッドであったが、決勝直前の最終プラクティスでトップタイムを記録すると、スタートでまずウィルパワーを抜いて3番手に上がり、23周目には前年のこのレースで佐藤に接触した因縁を持つライアン・ハンター・レイを抜き去り2位、その後のピットでダリオ・フランキッティを抜いてトップに立つ。
その後は一度もトップを譲ることなく圧倒的な速さを見せつけ、インディカーシリーズの歴史において、またトップフォーミュラの歴史において日本人として初めての優勝を飾った。2017年5月28日、自身8度目となるインディ500ではアンドレッティオートスポーツから参戦。予選で日本人過去最高の4位につけた。決勝ではスタートに出遅れたものの65周目にトップに出る。その後ピットミスで10位まで下げるが、徐々に順位を上げていき、196周目にエリオ・カストロネベスをかわしてトップに出ると、そのままチェッカーフラッグを受け、32、日本人初のインディ500優勝を達成した。アジア人としても初。インディカーシリーズ参戦124戦目の快挙は、自身のオーバルトラック初勝利でもある。日本国政府も、日頃のたゆみない精進によって、モータースポーツにおいて数々の記録を打ち立て、極めて優れた業績を挙げた、として、8月4日付で内閣総理大臣顕彰を授与した。2020年レイホールレターマンラニガンレーシングより参戦。8月16日、第7戦インディ500の予選で日本人過去最高の3位、初のフロントロースタートとなった。8月23日の決勝では堅実な走りを見せ、185周目にメインストレートでスコット・ディクソンをパスしてトップに立った。残り5周となったところでチームメートのスペンサー・ピゴットがクラッシュし、イエローコーションのままチェッカーフラッグが振られた。自身2度目のインディ500優勝、所属チームを16年ぶりの制覇に導いた。いかがだったでしょうか。2017年にアジア人として初めて最高峰であるインディ500で優勝し、2020年に2度目を制覇したレーシングドライバーの佐藤拓磨を紹介しました。このチャンネルでは日本の偉人を紹介しています。興味深かった方はチャンネル登録・高評価をお願いいたします。